まゆです。今回は千葉県の鴨川にある鴨川館さんにやってまいりました。もう目の前すぐオーシャンビュー、まあ雨なんですけれどちょっと暗くて海の色は悪いんですが、もうすぐ目の前が海という最高のロケーションのお宿になっております。ではですね、早速お部屋の紹介の方行ってみましょう。玄関の方にやってまいりました。こちらのお部屋は606号室になります。で、玄関入ってすぐ左手側がこちらがお手洗いになるんですが、まずはお部屋の方から行ってみますね。じゃ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 ーん。先ほど私がこちらでオープニング喋ってたところですね。目の前オーシャンビューの和室の作りになってます。とても雰囲気いいですよね。この木の感じとピンクの素敵なソファーと、そしてこちらの和室はベッドルームになっております。ベッドでっかくないですか。このシモンズ製ですよダブルベッドが2つもございます。シモンズのベッド結構弾力があるかなで、こちら今ベッド2台あるんですけれども、4名様まで宿泊できるそうで、その際はお布団を敷いてくださいます。でですね、あちら側奥見えますでしょうか。行ってみましょう。玄関の方戻りまして、こっちの右手側の扉開けます。じゃん、めっちゃくちゃ雰囲気ありますよね。こちらがダイニングが半個室タイプのお部屋になっているので、この和室とダイニングと分かれた作りになっています。で、テーブルの奥の方ですね、お水とこの木箱の中にはカワハギとチョコ、お茶菓子入っております。この下が冷蔵庫になっておりまして、この冷蔵庫にはビワゼリーです。美味しそう。ビワすごい好きなので嬉しい。後で食べます。隣のこちら側にはお茶セットですねございます。下はティファール今日のお夕飯はこちらのダイニングの方でいただきます。で、朝食の方はバイキングかお部屋食か選べるんですが、今回私はダイニングの方でこちらでいただきます。ではあちら側に行きます。和室のベッドの方戻ってきまして、このおしゃれな扉を開けますよ。はい、洗面所です。おしゃれな明るい洗面所。アメニティなんですけれども、まずこちらカミソリ、ヘアブラシ、ヘアゴム、シャワーキャップとこちら書いてありますね。あと歯ブラシセットと綿棒とコットンもあります。追加欲しい方は内線の方連絡してくださいとのことです。こちら側の引き出しには化粧水一式あります。石器製ですよ。クレンジングオイルと多分化粧水と、これはあ、こっちが化粧水でこっちが乳液だと、こちらが泡の洗顔、保湿クリーム、オールインワンとヘアトリートメント。こっちはここに書いてあるんだけど見えるかな、千葉のご当地コスメだそうです。ちょっと使ってみようかな。で、この下がドライヤーが入っております。タオルもいっぱいあるね。この洗面所のそっち側に今度行きますよ。じゃん、ウォークインクローゼットと見せかけウォークスルーですかね玄関側につながっております。クローゼットがあります。このサイズ違いで浴衣一式と館内で使えるカバンが入っております。これ助かります。カバンすごく館内いろいろあってとても広いので、カバン本当助かるんですよね。あると
ちらの浴衣は館内で着て歩いていいそうなので、ちょっと後で浴衣着ていろいろ見てみようかなと思います。洗面所の奥、こちらが温泉です。半露天風呂ですね。今お湯、温泉張ってあるんですけど、こちらのボタン、お湯張りボタンがございまして、ここをポンと押すと温泉があの湯口からジャバジャバーっといっぱい出てきて、この辺にお湯が張られます。すごい。なのでいつでもこの清潔な温泉を楽しむことができます。では早速ですね、温泉の方も入っていきたいと思います。はい、それでは温泉の方入っていきたいと思います。朝になりまして、朝一でお湯を張りました。ほかほか温泉アメニティなんですけれども、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、もちろんこちらも完備しております。シャワーの水圧もバッチリでした。バッチリ。それでは早速温泉入りますね。作りのお風呂になってます。大人2人は全然足伸ばして入れるくらいの結構ゆったりサイズですね。こちらの606号室のお部屋なんですが、2019年の4月にリニューアルされたタイプのお部屋でございまして、リニューアル済みのお部屋はこちらの渚の湯という源泉が引かれているそうです。こちらの渚の湯なんですけれども、泉質が岩塩、ナトリウム、塩化物、炭酸水素塩、冷光泉でございます。岩塩ということで硫黄が含まれているので、少しほんのりといわゆる温泉の香りかな、異様な香りがします。で、炭酸泉なのでお肌もツルツルになります。またこちらの渚の湯は9階一番上の階にある温泉プールはるか、温泉プールですね、そちらの方でも使われております。で、渚の湯の他に潮彩の湯という源泉も引かれておりまして、そちらは大浴場の方で使われております。潮彩の湯の方はナトリウム塩化物泉、ちょっと泉質が違うんですよ。そちらのナトリウム塩化物泉の方は、まあ、こちらもそうなんですが塩化物泉なので、体をポカポカと温めてくれる効果があるそうです。大浴場は男女分かれて朝と夜と入れ替え制になるんですけれども、かなり広くてですね、私が夜入った方は内湯がぬるめ、普通、厚めと3種類あって、露天風呂も壺瓶タイプのお風呂が2つと広い木のお風呂も2つあって、あとサウナもあるんです。サウナと水風呂もありまして、私はサウナしっかり汗をかいてきましたこちら半露天風呂になるので、この大きな窓が開けられるんです。おー、日差しが
めっちゃ日差しが入る。景色すごくいいですよ。部屋から見て右手側に鴨川シーワールドがあります。すごくですね、鴨川シーワールド近くて3分くらいで行けちゃうのかな。観光にも困らない。うん、宿泊して次の日でも行けますし、宿泊する当日でも行けますしすごいいいですね。私が今回宿泊したのは温泉付きの半露天風呂付きの部屋だったんですが、他にも温泉がついてないタイプのリーズナブルなお部屋もございますし、お一人様向けのお部屋もございますし、あとはバリアフリーの車椅子のままお部屋に入れるというお部屋もあるんですよ。なのでいろんな方が楽しめる作りになっております。先ほど言った温泉プール、あと大浴場の他にも、夜はラウンジでラーメンが食べられたりですとか、あとはお土産屋さんもありまして、昔ながらの古き良き旅館ですね。お部屋だけで完結するって作りも今もねすごくいいと思うんですけれども、また旅館の中でもいろいろ楽しめる施設があるっていうのもすごくいいなと思います。ご覧ください、お作りですめちゃくちゃ豪華。頭付きだよ。この頭付きののがイサキだそうなので、イサキいただいてみようかな。カモみたいな子いただきます。うんうん、すごいとろける。なんかこう歯切れ歯切れが良いというの、なんて言うんだろう、すごいとろけるみたいな、すぐホロホロっと口の中で溶けました。そして甘みが結構ある。わさびたっぷり入れたからかな、すごく甘く感じます。めっちゃ美味しい。サザエの磯焼きをいただきます。マーク取れるか、でかい。ちょっとつけて食べます。うん、磯の香りがすごい今こちら9階にある温泉プールにやってまいりました。温泉プールローって書いてあったんだけど、9階のはるかという温泉プール、いわゆるインフィニティ風呂ですね。これとっても広い温泉プール、ちょっと今貸し切りなので堪能しております。こちら張り紙もしてあったんですけれども、撮影自体は OK だそうなんですが、他の方に配慮した優しい撮影でとのことでした。水着はこちらのロッカールームの方で貸し出しがあります。ということで今回は千葉県の鴨川にあります鴨川館さんの紹介をさせていただきました。いやもうね、個室のダイニングでの雰囲気ある夕飯もとても良かったですし、このすぐ目の前が海というロケーションでのお部屋の半露天風呂とても良かったです。また大浴場がある温泉、ちょっと久しぶりに泊まりに来たんですけれども、やっぱ広い温泉いいですね。とても堪能しました。皆さんもぜひ鴨川に来た際には鴨川館さん泊まりに来てください。こちら日帰りの温泉もありますので、まあ、宿泊されない方でも鴨川シーワールドに来た際はぜひ足を伸ばしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。